私人逮捕制度を悪用して YouTube で暴力、脅迫、ヘイト、晒しなど反社会的なことで金儲けをしている連中が大炎上して話題になってますが、それを容認している YouTube に一番ムカつきます。ガーシーの時もそうだが、たくさん通報しているはずなのになんで殺す永久版しないのか理解できない。 YouTube にとっては私人逮捕系 YouTuber がもなす利益なんか数面の目の話、マイナス面を考えたら殺す永久版した方がいいのになぜ放置しているのでしょうか。コロアキさんがチケットの転売をしている女の人が、YouTube 自体僕見てないんですけど、なんか切り抜きをツイッターで見たんですけど、なんか僕が見た時はすでに女の人が走って逃げてる状態で、で、走って逃げてる時に捕まえようとして、で、その時に、右足の靴が脱げて、で、タクシーが来てタクシーに乗って、でもその逃げんなって言って、そのタクシーにそのなんかコロアキさんとその周りの人とかが一緒に乗ったりして降ろした。でそれが私人逮捕でやるっていう話なんですけど、僕はあれ見てる限り暴力も脅迫もヘイトもなかったと思うんですよね。でまあただ晒しかどうかっていうのであれば、その転売行為と違法行為をした人の顔をまあ、マスクはしてますけど、そのモザイクをつけないので晒してやると。ただ、現行犯の犯罪行為をしている人の撮影したものをそのまま報道すること自体は、日本では合法なはずです。普通にテレビの番組とかでも、現行犯での人がやりましたとか、逮捕されますっていうのを撮影してると思うんですけど、なので、すでに犯罪行為が行われていて、その証拠があるのであれば、それは私人逮捕にも当たるので、今のところ、その暴力、脅迫、ヘイト、晒しなどの、その反社会的行為かどうかであれば、確かに反社会的行為かもしれないですけど、じゃあ、コロアキさんがやったことが刑法に触れるかっていうと、僕が見てる限り刑法に触れる部分はなかったと思います。例えば、逮捕の時に、じゃあ、怪我をしました。例えばじゃあ、じゃあ宝石強盗をたまたま見かけました、通りがかったそのなんかたまたまスポーツ長官室伏さんみたいな人が捕まえてこう倒して抑え込みました。でその時に倒した時にその腕をぶつけて打撲しましたとか、その抑えてる時に擦り傷ができました、宝石強盗の方がね。でその宝石強盗が擦り傷ができた、で僕打撲があった、でこれ自体は確かに傷害なんですよ。ただ逮捕の時には逮捕で必要な範囲内の力の行使であれば合法であるっていうのがあるので、逮捕する時にその引き倒したので打撲をしましたとか怪我しましたとか、もしくはじゃあ服が破れましたとかでも、それは逮捕逃げ逃亡しようとした人を逮捕しようと行為に付随して発生する傷害事件だったり、服が破れたとか器物破損とかですけどっていうのなので、基本的には合法の範囲内になります。なのでそのコロアキさんの動画を見てる限りは合法なので、むしろそれをなんか YouTube でアウトにするっていう方が結構難しいと思うんですよね。誰かが逮捕する行為を YouTube 上でアウトにするってなっちゃうと、交通違反をして走ってる車とかをたまたま撮影してる動画とかあるじゃないですか、あれ全部アウトになっちゃいますよ。ドライビングレコーダーとかで煽り運転してましたみたいなやつとかも、煽り運転をしてるから動画を上げてこいつ良くないよねって言って結果としてその人が逮捕されたみたいになるんですけど、煽り運転を明らかにしてて、それは、ね、違法行為なんですけど、まだその裁判の判決は受けないじゃないですか。でも現行犯としてその動画内で明らかに違法行為してるよねっていう人だったら、じゃあそれを動画として上げていいよってことになったりするので、なので今のところその僕がそのツイッターで見てる範囲内であれば法には触れてないので問題がないという判断に YouTube 上はならざるを得ないんじゃないかなと思います。最近話題になってる私人逮捕についてどう思いますか。転売行為が悪いとはいえ、旗から見たら複数人の男性が女性を追いかけ触ってる様子も異常に見てます。そしてこれ何の話なのか分かんないですけど、男性が女性を私人逮捕するみたいな動画が流行ってるんですか。なんか元ネタが分かんないのですいません。滝沢ガリスはツイッター凍結するのか。僕は慶応義塾大学薬学部出身の無職ですが、最近ツイッター上滝沢ガリスの晒し行為が過激だとして話題です。個人的には小中高生がいじめの被害を受けても、学校教師が隠蔽し社会人が理不尽な被害を訴えても、警察が加害者の実況を守り電車内で不審者に遭遇してもどこから動画を撮ってアフィーに送るしかなく、ツイッターに悪事が拡散され救われた人も多いので、滝沢ガリスは日本政府よりも仕事をする本当の警察機関です。皆さんと県抜き視聴者は滝沢ガリスをどう思いますか。何らかしらの法に触れないような行為というのを社会の人が目にすることで、あ、これは直した方がいいよねというのが起こり得ることというのは、僕は割と良いことだと思うんですよ。例えば最近の話でいくと、刺身ちゃんという車椅子の女性が、電車内でエレベーター乗ろうとしても乗れないんだよねっていうのの一応動画を開けましたと。本来駅構内にあるエレベーターというのは、その車椅子だったり階段登れない人が優先ですっていうのは書いてあるんですよね。
なのでその優先というのが守られていないというのが世の中こういう実態ですよっていうのを知ることは僕は正しいと思うんですよ。まあそれでさすみさん叩かれたりとかいろいろあったんですけど、なのでそれを見たことで、あ、エレベーターってあれ早い者勝ちじゃないんだ、車椅子優先なんだっていうのを知らなかった人も結構いると思うんですよね。なのでそういうのも含めてその社会に対してそのこういうものがありますよというのを知らせるというのは割と意味があると思うんですよ。旭川のあの学校でいじめがあって女の子が亡くなった事件とかも、あれも文春とかがあの報道しなかったら多分世間的にはあんまり知られてなかったと思うんですよね。自殺した後も学校側の方はその加害者側には人生があるんだから加害者を守るべきだよねみたいなこと言ってて、おい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 ってなってたりするっていうのも多分そのメディアがそういうのを表に出さなかったらわからなかったと思うんですよ。なのでそのまあ文春とか新潮がその旭川のやってきたんですけど、そういうのをやってくれない場合もあるので、なので一般の人とかでもある程度そのいやいやそれまずいでしょうっていうのを社会の目に触れさせるっていうのは価値があると思うので、滝沢ガレソンさんがやってることに価値があることがある場合もあるし、やりすぎな場合もあるっていう話だと思います。やりすぎなのもあると思うんですよ。ただやりすぎなことが起きてるからといってその滝沢ガレソさん的な行為というのを違法行為として制限するべきなのかというと、そうではないんじゃないかなと思います。モラル教育を強化しないといけないと思います。いくらモラル教育を強化したとしても、その法に触れないようなことでいじめを見過ごすみたいなのは必ずどこかで起きてるんですよね。いくらその人がモラリストだったとしても、別にそういう事件が起きてるっていうのを分かってなかったとしたらそれは困るじゃないですか。なのでそのまずそういう事件があるよねというのを社会が知るためにも、まあ、Twitter で晒すだったりその文春だったり新潮だったりっていうのは必要なんじゃないかなと思ってる派です。はい。まあ、最近だとあのコラボ問題とかで Twitter で頑張ってるひもざらさんとかいますよね。ガーシーざまあみるというわけでもなく、まず逃げ続けるが、その日本に帰ってこないで逃げ続けるの場合だと、多分時間の問題でパスポートが停止されて、でドバイから出れなくなりましたっていうので、で多分ドバイの方にあの犯罪者引き渡しかなんかで、あのドバイの警察に捕まって日本に引き渡しっていうパターンにならないのか。犯罪者引き渡しないんだっけ、ドバイって。アラブ首長国連邦。なので、じゃあ、ドバイから一生出れないんですけど、で、多分、あ、そっか、ドバイ、パスポートとかドバイから出れないから、ドバイの国籍を取るか、他の国の人と結婚して、そこでパスポートを、でも結婚して、その国に移動しないでパスポートを発行するは多分できないと思うので、一生ドバイに住み続けるっていうパターンかな。で、それか日本に帰ってきて逮捕されるか、もしくはその被害届を出した人全員と示談をして、刑事事件をなくすっていう、もしくは空港で暮らすっていう、ターミナルっていう映画と同じパターンもありますけど、っていうのなので、まあ逃げ続けた結果は、多分そのドバイで一生暮らすか、もしくは日本に帰ってきて示談はし続けるっていうパターンのどっちかなのかなっていう気がしますけど、一応議員を弾劾して辞めさせるということは可能なんですけど、まあ、ただ別に参議院そこまでやってもしょうがないよねっていうので多分やらないんじゃないかなという気がしますけど、ただ逆に日本に帰ってきて逮捕されるとしたら、ひょっとしたら議員辞めさせろっていう形で議決をする可能性もあるんじゃないかなと思います。こういうところ良くないよねと言って日本社会を変えるより、多分その仕組みを理解した上で自分だけが出し抜いてうまくいくようにした方が生きやすいんですよね、日本って。なのでみんなで日本の社会を変えようぜってなるより、あ、じゃあこういう仕組みだったらここのポイントに行けば俺全然得だわ、儲かるわっていうそのポイントに行って、である程度金持ちになっちゃうと労働者じゃなくなるので、日本ってめちゃくちゃ暮らしやすくなるんですよ。その労働者苦労してるよね、大変だよねって話をしたんですけど、ただ日本のいいところ何って言われると、治安がいい、飯がうまい、サービスが良い、安い。これがなぜ適用されるかというと、労働者が安い給料でずっと働き続けてくれるからなんですよ。なので自分が労働者でなくなってお金を持っててお金を使う側になると、安くてうまい飯を労働者の人が頑張ってこう安い給料で作ってくれるし、でじゃあスタバとかで財布とか携帯置きっぱなしにしてトイレ行っても誰も取らないじゃないですか。めっちゃ治安いいんですよ。それは労働者の人が、要は防犯意識も高いし、そこでじゃあ客のスマホとかをくすねようとかって思わないんですよ。っていうところで、その労働者が頑張ってくれてるおかげで、そのサービスが受けられるので、一回金持ちのランクまで行っちゃうと、日本ってめちゃくちゃ暮らしやすいんですよ。こういう仕組みだったら出し抜けるよねって、出し抜いた人は、むしろ日本の仕組みをもう変える必要ないんですよ。
要は真面目で安く働く労働者がずっとそのいいサービスをその高いクオリティで安い値段で維持してくれてるので超暮らしやすい。僕満員電車大嫌いって話を昔からしてるんですけど、満員電車乗ってるのって労働者だけなんですよ。満員電車辛いよね。でも金持ちは満員電車乗らなくていいからどうでもいいんですよ。で金持ちになると満員電車乗らなくていいからどうでもいいんですよ。なので労働者だけがあの満員電車でなんか1時間以上ぎゅうぎゅうの中に詰められて苦労するんだけど、でもそれを変える必要ないんですよ。だって金持ちは乗らないからっていうのがあるので、そこをこう乗り越えて金持ちを乗り越える金持ちのところまで行くと日本って超暮らしやすい国なんですよっていうのがあったりするので、なのでね、すいません酔っ払ったのに同じこと2回言いましたね。はい。なのでその日本社会というのは金持ちが暮らしやすい状況になっていて、労働者がずっときつい状況で、老後になっても2000万円足りないって言われて、なんかあの60歳とかでも労働者として働き続けるっていう人たちがいるおかげでずっと金持ちが幸せになる国だったりするので、なのでその能力のある人ほど上のランクに行っちゃうので労働者側ではなくなってしまうので、もうそれを変えるモチベーションがなくなってしまうっていう、そういう状況なんじゃないかなと思います。政治というか国や組織の上の足で無能な善人と有能な有料な国どっちがマシですか。もちろん有能な善人なのが一番のですが、僕は有能な国の方がマシだと思います。理由は裏金とか賄賂でしょうが、結局日本から出ることなく国内に経済を回し、自分のためなら海外からの敵に金を泣かさないから、ひどい人と思われている以上どんなことをしたか簡単でも大勢が知られているからです。よくさんの意見をお聞かせください。まず善人とか悪人というあの価値観でその評価をしようとしている時点で結構微妙ですっていうのは、あの善と悪というのを明確に規定することができないんですよね。例えばじゃあ20年後にこいつは絶対悪くなるよね、大犯罪者になるよねっていうのを仮に分かってる人がいました。例えばじゃあ僕がめちゃくちゃ優秀で死んだ魚嫁をしている性格の悪いおじさんが、こいつは生き延びさせると、なんかその、あの、毒ガスとかを作って、そのなんかあの、こう、宗教とかを始めて、小太りで白い服とか着て、選挙とかに出て、そのなんとか真理教とか言い出して、とんでもねえ犯罪をするなと思ったら、今すぐ殺した方がいいんですよ。ただ、それが善なのか悪なのかって、結構難しい問題なんですよね。死んだ魚目してるおじさん一人を殺すことによって、その将来の何千人を救うかもしれないんですが、その将来の何千人を救ったというのが、その死んだ魚目のおじさんを殺した時点ではわからないじゃないですか。なのでその善とか悪とかっていうのが割とそのどの価値基準に置くかっていうのだったりするので、なのであんまりその物事を考えるときに善なのか悪なのかっていう意識でいくと、そのそれはあなたは善だと思うかもしれないけど私はそれは善だと思いませんよとか、あなたはそれは悪だと思うけど私はそれは悪だと思いませんよっていう考え方もあるんですよね。